はい、やってきました。奈良県は、池原ダムデカバスの聖地という名が付くほど、それこそ60とか70ビッグバスと呼ばれるようなね聖地なんですけど、僕自身はね一番初めに来たのは19歳の頃だから、今から約23年前とかに初めて訪れて、常にやっぱこの地に来るとやっぱりマックスのサイズを本能的なものでこう追い求めていくような、熱くなれるようなフィールドの一つ。池原ダムではビッグバスっていうものには出会えてはないんだけど、来るたびに夢を追い求めてる自分がいて、今回シマの最新テクノロジーブーストコンセプトを搭載した、ワールドシリーズでデカバスの聖地と呼ばれる池原ダムで夢を追い求めてみたいと思います。フラッシュブースト、反射板がねこうキラキラ、止めてる時も動かしてる時も常にこうフラッシングを出しながらアピールできるっていうルアーなんだけど、テストの時からずっとこのフラッシュブーストは使い続けてきて、日本全国ね本当によく釣れた。で今回池原ダムってことで、まあもちろん絶対これハマるなっていうことなんだけど、これなんでかっていうと、基本的にこういうリザーバーって小魚とかベイトフィッシュがメインになるんだけど、まあモロコだったりアユだったりワカサギだったり、まあ日本にはいろんなねリザーバーに生息する小魚っていっぱいいるんだけど、まあそういった小魚が発するフラッシングっていうものをこのフラッシュブースが再現できるんで、まあここ池原ダムでもね絶対釣れると思うんでね、試してみたいと思います。でジェットブースト搭載ということでね、重心移動システムになるんですけど、もうこれねスプリング式の重心移動になってて、投げた時にこう着水する瞬間ぐらいにもうスプリングの反発で瞬時に戻りで、着水同時にはもうすぐきれいに立ち上がれるっていう重心移動システムになります。これも、テスト段階ずっと使ってきて、まあ、ロングキャストもそうだし、まあ、特に驚くのはアキュラシー性、こういった、まあ、身のシェイプって投げにくいんだけど、本当に驚くぐらいズバズバピンスポットにはまる。で今回この池原ダムもねクリアウォーターなんで、やっぱりこうで、まあ、人的プレッシャーも高い、まあ、メジャーフィールドなんで、より遠くからのアプローチってものが、必ずバイトに持ち込めると思うんで、今回試してみたいと思います。はい、ケールブーストね、ルアーの角度こう変えてもらうと分かるように鱗のね模様がこう浮き出てくるようなスケールブーストね、これもリザーバーとか川とかダムとかその小魚をメインベイトとしているような状況にすごく強いんで、今回ねここ池原ダムでもメインベイトはやっぱりベイトフィッシュっていうことで、このスケールブースト、まあ、絶対効くと思うんで今回も試してみたいと思います。バレないでくれ、バレないでくれ、とりあえず小さいけど、ワールドクランクで、ういよっしゃ浮いてたね、ほい、フラッシュブーストもろはまり太陽出てきて日陰と日向の明暗がはっきり出て、で日陰側に入れて日向に出た瞬間ぐらいにドンってきたから、その日陰の中と日向の部分でのフラッシュブーストのこの反射の強弱が多分違ってバイトしてきたみたいな、結構がっつりね、横飛びしてきた感じだから、ね、両方刺さっていい感じ、
しゃ、食ったよ、食ったぜ。でかいんじゃねえかこれ。どうよどうよどうよ。おお、まあまあか。あー、小さいか。そんな大きくないけど元気。おいー、おー、復活された。うー、オッケー、よし。ちょっと一本外れたね、口にね。こっちが外れちゃった。こっちが落ちかかってたんだけど。よっしゃ、ワールドミノーすごい勢いで突っ込んできた。ワールドミノーの赤が効く。一匹55ぐらい残ってさ、チラッと出てきたんだけど、ミノ、ワールドミノに U ターンした。小さいのが3匹くらいいるんだけど、でかいやつ1匹だけいる。おっしゃ、来た、ちっちゃいレーダーから飛んできた。レーダウンを通したらワールドダイバーでちょこちょこってやったら下がポッってね、フラッシュブーストでね、こうちょっと止めてバタバタってやってると、あのレーダウンについてる本来カバー打ちとかで釣ってくるような魚だと思うけどね、そういうのが飛び出してくる。今のずっとチカチカしてたら、ずっとチカチカしてたらパクって絶対フラッシュブーストだ今のおいよっさうー、来た来た、ロングポーズか。もう岸際にすげえサイレントキャストでピッて入れて、ずーっともうフラッシュブーストチカ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 ってやってたら、ずーっと見ててハフっていやー来たね今、マジ、うわーすげえ、もう完全フラッシュブースト効果だな今。ロングポーズでねえ、甘がみバイトいやー来た。でかい、でかい、でっか、マジか。どうよどうよどうよ、でか、おお、まあまあか。でかいんじゃねえかこれ、でかい、バレんなよ頼むぞ、うん、あー、バレんなよ頼むぞ、頼むぞ、バレんなよ頼むぞ、頼むぞ、バレんなよ、うん、あー、バレんなよ頼むぞ、バレんなよ。おっさん、出たよ、よっしゃーふぅー、ゴモーって言ったねあー、ワールドポップ来た来たいやー来たね今、マジ、でかい、でっか、マジか、でかい、バレるな、頼むぞ頼むぞ頼むぞ、バレるなよバレるなよ
最後頼むぞ、バレた。あー、バレたよ、頼むぞ。ゴモっていたね。あー、ワールドカップ頼む、取らせてくれ、取らせてくれ、取らせてくれ。こい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 。最後に来たね、ビッグワン。嬉しい、来たね、ワールドポップ。やっぱりあそこのカバーにいたね、カバーから出てきた。ほら、ハーモニカ食いばっくり。おっしゃー、やったねえ、いいバス。もう言葉がないわ、言葉がないわ、カブリやわ。やっぱドラマは最後に来るからドラマなんです。ゴジャップ。やっちゃったね。終わっちゃいましたね。楽しい時間はあっという間ということで、まあ、今回この池原ダム23年前に初めて来て、で、まあ、デカバスの聖地ということでね、まあ、60アップ70アップっていうこうでかい魚がねこう生息している場所なんだけど、まあ、今回も残念ながらそういったスーパービッグとは巡り会えなかったけど、今回のフラッシュブースト、ジェットブースト、スケールブースト、そういったねシマロンテクノロジーを搭載したワールドシリーズでね追い求めてみた結果、その50アップまではたどり着けた。今まで使ってこなかった新しいベイトたちを持ち込んでどういった反応するのかっていう部分で言うと、すごくエキサイティングもできたし楽しめたし、一つ学べたなっていう、うん、やっぱり聞いてんな、すげえなっていう、その新しい世界も見れたんで、まあ、まだまだ夢は続くということで、うん、ここ池原ダムにはまたチャレンジしてみたいなと思います。